どうも、スムージーホタです。お久しぶりです。いやー、久しぶりですね。こういう形で動画撮るのは。皆さんお元気してましたか？はい、というわけでですね、まあ、お気づきの方だったり、もうお話ちょっとね、聞いたことあるよっていう方もいるかもしれないですけれども、つい先日ね、クラブハウスの方と、まあ、インスタとかでは軽く、お伝えしたんですけど、まあ、スムージーラジオ卒業という内容でね、お送りさせていただきました。はい。ある時ね、クラブハウス、卒業式来ていただけた皆さん、ありがとうございました。いやー。結構ね、人が来てくれて嬉しかったです。はい。で、今日は、ちょっとその、まあ、経緯というかね、なんでそうなったのっていうところを、まだ知らない方もね、いるかとは思うので、その辺ちょっとね、だらだらと、話していけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。まあ、経緯としては、そうですね、どっから話そうなって感じなんですけど、まあ、結論から言いますと、まあ、以前、名古屋で、デイサービスで、お仕事、させていただきまして、まあ、慈悲のリハビリっていうのも、やらせてもらってたんですけれども、今回、岐阜ですね。皆さんご存知でしょうか？岐阜県の方で、ベーカリーカフェと、サロン。まあ、慈悲のリハビリだったり、パーソナルトレーニングだったり、まあ、整体のようなものをですね、まあ、お店を構えて、やることになりました。よっ！ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ。ちょっとそちらを、まあ、今後やることになったっていうところではありますかね。はい。まあ、結論としては、今、まあ、10月オープン予定で、まあ、今、これ撮ってる時が9月頭ぐらいなので、まあ、今、準備をしているというところであります。はい。で、まあ、結論はそれで済んだんですけれども、なんでそうなったのという話を、まあ、ちょっとしていけれたらなと思います。で、まあ、遡ること、今年の5月ぐらいですかね。ちょっとまあ、自分の、まあ、おばあちゃん。まあ、身内にはなるんですけれども、おばあちゃんの方が、ちょっとまあ、脳卒中。に、ちょっとなってしまって、まあ、急遽入院することになりました。で、結局入院中ももう一回、まあ、脳卒中になって、二回、短期間でなってしまったんですけれども、まあ、後遺症というか、ちょっとこう、立ったり歩いたりができない状態になってしまって、まあ、うち実家でおばあちゃんも住んでるんですけど、まあ、両親も健在なんですけど、まあ、二人とも、うちは、元々実家が自営業で、二人とも仕事をしてるっていうところで、なかなかそのおばあちゃんの、まあ、介護というか、まあ、見ていくってなると結構難しいかなっていう、まあ、家庭の事情ってやつですね。はい。が、ちょっとありまして、で、まあ、以前名古屋で勤めてたデイサービスの方では、僕と、僕の兄貴と兄貴の嫁さんの3人で、働かさせていただいてたんですけれども、まあ、ちょっとおばあちゃん一人暮らしだったんですけど、また一人暮らしにさせるのちょっと難しいかなっていうことで、まあ、ちょっと岐阜の実家の方にま、帰らなきゃいけない。帰って、ま、家族みんなでちょっとこうおばあちゃんの面倒を見つつという、形が、まあ、一番、ま、ベストなんじゃないかなっていうのを、ま、家族といろいろ話し合ったりとかして、まあ、結果そう、決まったんですけど、まあその兼ね合いで、まあちょっと名古屋のお店、まあデイサービスで、まあ働き続けるのも、ちょっと難しい部分も、出てきたっていうところで、で、まあおばあちゃんのそのリハビリですね、もう、まあ僕がやったりとか、まあ、兄貴夫婦で、ちょっと、まあ、おばあちゃんの面倒見てもらったりとか、もう、まあ、今後、どうなるかわかんないですけど、やっていく流れになりまして、まあ、それで、7月の末にですね、まあ、名古屋のデイサービスの方は退職、という形になりました。はい。で、まあ、実家の、まあ、喫茶店なんですけど、家業を、まあちょっと手伝いながらやっていくかっていう話にもなったんですけど、
まあ僕もまあずっとリハビリですね、理学療法士として、お仕事してきたのもあるので、まあなんとかそういうのをちょっとやってきれないかなという風になりまして、まあ、まあ両親の方とかもね、あの全然あの仕事に関してはあのまあやりたいことやっていいよっていうのもあったので、まあここは新たにまあ兄貴夫婦と僕らまあ子供の代でちょっと新しくお店っていうかまあ事業ですねをちょっとこうまあやってみるかという流れになりました。はい、まあそれで結局ね、まあ岐阜の方でベーカリーカフェとサロンという形でちょっとお店を持って、やろうかっていう段取りになって今に至るというところであります。はい、そうですね。まあ、なので、前のデイサービスの、まあ、ご利用者さん、だったり、まあ、自費のリハビリで関わってた方、からは、まあ、寂しくなるなという、まあ、ありがたい言葉ですね。結構いただきまして、まあ、僕も、まあ、いろいろ、そうですね。まあ、どうしてもリハビリっていう職種は、こう、一回関わると、ある程度は、長い目を見て、まあ、特に脳卒中とか神経系の後遺症の方ですね、関わってくっていうのが、割と多いのかなっていうのもあるので、そうなんですよね。まあ、半ば途中でちょっとこう、まあ、関わるのを、まあ、次のスタッフに、まあ、引き継ぐという形で、まあ、ちょっと僕もいろいろ心苦しいというか、まあ、思うところもあったんですけど、まあちょっと実家の方とか、まあ家族の部分も、まあ難しいですよね。こう、天秤にかけるわけじゃないですけど、まあなかなかあったっていうところではあります。はい。まあ経緯としてはそのような流れですね。はい。まあ前のね、会社の社長も、まあまあそういう事情なら、ということで、まあ了承いただけまして、まあ退社と、退職になりました。はい。そうなんです。僕今、だから、なんていうんですか、フリーターというか。まあ、金なしの貧乏野郎でございますよ。まあ、一応じゃあ今何もやってないのっていうと、まあ、お店の準備したり、まあ、結局お店やるってなっても、もう一つの店舗を構えるってなるので、まあ、まあ、融資の方ですね。まあ、銀行さんだったり、国の、まあ、制度使ったりとかっていう準備を、まあ、いろいろしたりとかも、してますし、まあ、あと、前の職場の時から関わらさせていただいた、まあ、自費の、患者さんは、まあ、岐阜の方も、いらっしゃったので、まあ、そちらの方は、まあ、前の社長の方からも、まあ、引き続け、やれるんなら、やって、まあ、やっていってもいいよっていう話だったので、まあ、そちらの方は今やらせていただいてます。はい。なので、ま、半日は今訪問で、自費のリハビリ、やりつつ、残りの半分で、まあ、お店の準備ですね、やらせてもらってます。はい。いや、結構大変なんですよね。やっぱお店やるってなると。まあ、僕も今31で、まあ、もともとそう、まあ、独立というかね、開業。まあ、個人事業主にはなるんですけど、そちらとかもやったことない、ものですから、まあ、今までね、病院とか、デイサービスで、まあ、ある意味会社員で働いてたので、まあ、その辺もやったことない、初めての挑戦っていうところでね。まあ、そうですね、まあ、立ち上げとか初めての挑戦は結構多いので、そう。前の病院もその前、ちらっと言ったかもしれないですけど、回復期の病院を立ち上げるぞっていう時の立ち上げのスタッフで病院入職したのもありますし、まあ、今回のデイサービスの、まあ、立ち上げのところから、まあ、スタッフとして、まあ、施設長という肩書きでやらせてもらってたっていうのもあるので、まあ、割とそういうのが、まあ、何なんですかね。巡り合わせじゃないですけど、割とこう、立ち上げ、っていうのは、今までも結構やらせていただけてた部分ではあります。はい。まあ、なのでね、まあ、今後ちょっとこう、まあ、スムージーラジオっていうのを、ま、ね、やってたんですけど、まあ、そちらももともとその、まあ、前のデイサービスの会社の、まあ、一つの、まあ、お仕事というか、っていう形でこうやらせていただけてたので、まあ、一旦そちらの方も、まあ、会社辞めると同時に、まあ、一旦区切りをつけようっていうところで、まあ一回卒業という形を取らせてもらいました。はい。まあもともと動画撮るとか YouTube やりつつっていうのもあったので、まあ今後もなんかあの形でちょっと動画撮っ
ったりとか、まあいろいろやっていけれたらなとも思いつつっていう感じですかね。はい。まあね、スムージーラジオも200人ちょっとの方ね、登録していただけて、今までこう結構ね、見ていただけて、っていう、まあ、なんつうか、もう、あの、視聴者さんというか、まあ、スムラーの方が、まあ、いらっしゃるのでね、ありがたいことですよ、本当に。ね。まあ、一応、まあ、僕は生きてますよ、と。生きてますよっていうのをちょっとこう、報告したかったっていうのと、まあ、まあ、次新しいことを今、取り組んでやってますよっていうところではあります。はい。なので、ね、もしまた、岐阜の方にね、お越しの際は、ぜひね、声をかけていただければ、まあお店の方来てもらってもいいですしね。はい。遊びに来てください。営業かな、これは。まあそんなところではあります。はい。まあなんでね、この動画ではまあちょっとお店のこともチラチラ言いつつ、まあリハビリというか、まあ、ね、医療保険、介護保険使うわけではないので、まあ、リハビリと言っていいのかどうか、ありますけれども、まあ、体に関わることとかは、今後も仕事としてはやっていくつもりですので、まあ、今まで通りね、何かお悩み相談とか、あれば、言ってもらえれば、脳卒中でも、脳卒中以外でも、もちろん、お答えしたりとか、相談に乗ったりとかは、やれたら、もちろんね、やっていきますので、その辺も含め、コメントもしあれば、メッセージでもいいです。言ってもらえれば、できるだけ、やれる範囲は、私の方で、答えていきたいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい。そうなんですよね。で、この、スムージー掘ったっていう肩書きでやってたので、そう、なんかそれももう変わるんで、こう、動画の撮り方とか、スタイルも、ちょっと変えていった方がいいのかなーっていうのも、ちょっとまだよく、定まってないので、まあ、急遽でね、こういう形になりましたので、今後どうしていこうかなーっていうのも、まあ今考えながら、やらしてもらってるっていうところではあります。はい。まあ今日は近況報告みたいな、動画ですかね。はい。結構なので、まあ、スムージーラジオ卒業するよって言ったり、まあ今回ちょっと新しく、やるよっていうので、ちょっと名前変えてみたりとか、っていうので、やっぱり、一旦登録してくれた方とかは、やっぱ結構減りますね、やっぱり。やっぱ今までのこう、形が好きだったっていう人とかファンはやっぱ離れてっちゃうのかなとも思うんですけど、まあ、ただ、前のね、事業とかやり方から、まあ、卒業したのはしたので、まあ、前のまま継続するのも難しいなっていうのもありますし、まあ、だからといってね、こう、今まで作った動画1年間ぐらいでね、100本ぐらい、100本以上ですね。作った動画を、まあ、消すのも、なーっていう悩みどころですね。はい。また新しく一からチャンネル作り直して、別でやるのかっていうのも、まあ、一つ考えとしてはあるんですけれども。どうなんですかね。どういうのがいいのかも、探り探りって感じですかね。はい。なので、ね、またなんかその辺もね、こうした方がいいんじゃないのとか、ご意見、ご要望ですね。もし、ございましたら、言っていただければ、はい。いろいろ参考にさせていただこうかなと思っております。そう、だからこういう感じで動画撮るの、これめちゃめちゃ久しぶりで、そうなんですよ。最近はその、お偉いさんというか、いろいろ話聞きに行ったりとか、まあ、お金の相談したりとか、結構硬いものをやったりとかしてたので、こういう感じで久しぶりに撮るんですよね。なんかちょっと照れちゃいますね。ちょっとまだ慣れてないのもあるので。いやー、なんか久しぶりやな、ほんまこういう風に撮るの。なんなんすかね。よう、今までやっとったなーと思いますよ。まあね、これからもまあ緩くはやっていくつもりではありますのでね。まあ今後ともちょこちょこ動画出せたら、不定期にはなると思いますけど、出していきますので、またね、今後ともお暇の方、ぜひ、ぜひとも、ご覧ください。はい。まあ今はね、岐阜ののどかな本当の田舎ですね。本当にもう緑しかない、この大自然。それしか言うことない。ね、緑豊かな大自然。もうね、もう山。山ばっか。まあ地元がね、僕は岐阜なので、もともと名古屋
で、まあ、仕事はしてましたけど、まあ、地元は岐阜ですので、まあ、地元の岐阜のね、魅力を、ちょっとでも、何の話やねんな。まあ、言いながら、やらせていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ではまた。